天と山より望む。中央左の陸地は、予備と半島中央右奥は、のとろこ衛星写真あばしり湖は、北海道あばしり市とあばしり郡、大空町にまたがる湖である。あばしり国定公園に含まれる。北海道東北部に位置する。南からあばしり川が流れ込み、目満別川などを集めて北東部から再び、あばしり川として、おほうつく海に流出する。岸には、 予備と半島が大きく突き出す。湖面標高は0メートルで、潮が満ちると下流部から海水が逆流するため、湖底には塩分濃度の高い水が滞留し、無酸素層を形成する。降水量の多い時期には湖面が高くなり、海水の流入が抑えられるため、湖水の塩分濃度は低くなり、無酸素層の上限深度も深くなる。特に、大正期のこの地域の年降水量は、 今より100ミリメートルほど多く、あばしり湖はほとんど淡水湖と言える状況だった。逆に、降水量の少ない年には浅いところまで無酸素層が広がり、若杉などが湖面近くに集まるため放漁となる傾向にある。現当のあば網走湖しり湖ボート上には日本ボート協会公認の1000メートルコースがあり、夏には大会や練習のために北海道内だけでなく、 日本全国から選手たちが集まる。冬季は全面気発表し、ワカサギ釣りの釣り人で賑わう。養殖漁業が盛んで、1928年にもことこから持ち込まれたヤマトシジミのほか、ワカサギ、鯉などが養殖され、酒マスの孵化事業も行われている。そのほか、シラウオ等も漁獲されている。湖畔の水場所の群落湿地には、ハのノキや、 水場省の群落が広がり、特に大空町川のものは、目満別失生植物群落として国指定の天然記念物となっている。周辺の林には、アオサギの映像地がある。網走川が流出する部分の東には、天と山があり、網走湖のみならず、オホーツク海やノトロ湖までを眺望することができる。約6000年前の縄文海新器には、 オホーツク海の湾入であったと考えられるが、海の交代と地盤上昇によって1200年前頃までには海と切り離されたとされる。湖の東岸には国道39号及び JR 関北本線、北岸には国道238号、西岸には北海道道104号網走炭の線が通る。目満別湖畔など、目満別地区の最寄り駅は目満別駅。 ボート場など、網走地区の最寄り駅は、予備戸駅となるほか、網走バスが、国道39号及び、国道238号を通っている。国土地理院。平成26年全国、都道府県市区町村別面積町固正面積。2015年3月7日閲覧。ジョレンビッキ漁業網走市公式ホームページ。ありがとうございます。